はい、お便りレコード陽介ありです。はい、お便りレコードジャックです。はい、ということでですね、大変惜しい人を亡くしてしまいましたっていうことではないんですけど、今日はなんと、2012年11月の3日ということで、はい、何の日ですか？何の日かっていうとレコードの日です。はい、ということで、お便りレコードも朝からもう大にぎわいで、最初に並んでた人は昨日の3時ぐらいでしたかね。はい、で、回転とともにこうハイタッチでこうあ、違いました、それとある銀座のお店でしたね。リンゴの銀座のお店でしたね、それは。ということで大にぎわいなわけなんですが、11月3日はなんとレコードの日をもそうなんですけど、このアニソン、おたいレコードのアニソン DJ コーナー、アニオタイの、名物店員、今日はちょっと風でお休みになっちゃってるんですけど、おたいレコちゃんの誕生日と、はい、そうですね、いうことです。で、なんとですね、まあレコちゃん今日ちょっと欠勤してるんですが、この日を記念してですね、なんとスリップマットが出ました。わっというわけで、結構ですね、これ本当一部で話題になってるということなんです。で、これが結構なんていうんですか、一部のお客様でですね、これちょっとノリでフェルトに印刷しただけじゃないのっていう、そうですね、はい、声をいただいたこともあったんで、これはですね、実は結構本気です。ちょっと滑らしてみましょうか。あ、もう準備されてました。はい、こんな感じで、こういう感じで回って、お、めちゃめちゃ滑りますね。はい、これちょっとやってみますね。まあこんな感じでしっかりと滑ると。で、これはですね、何を隠そうですね、ただのスリップマットではなく、ドクター鈴木ですね。ちょっと水野君、このこれ吉田ソースか鈴木ソースかわかんないけど、これね、ドクター鈴木、これが多くの世界中のスクラッチャーに愛されてる信頼のマークになってるというところで、まあ日本製なんですけど、結構スクラッチャーではドクター鈴木のスリップマットっていうのは評価が高くて、それを使ってます。そのドクター鈴木となんと奇跡のコラボレーションちょっと発音良かったね。さすがトーイックで堺だけあるね。コラボレーションを果たしました。というわけで、まあ、鈴木さんのところに行ったんですけど、僕も。まあ、滝に打たれてですね、まあ、最初2回ぐらい断られたんですけど、滝に打たれて、よし、まあ、お前だったらいいだろうということで、許可を得て、で、まあ、今日に至るという、ことなのかもしれませんが、はい、というわけで、まあ、2枚組で販売されてますので、で、あ、これ、あ、私は？あれ、ジャック、何持ってるんですか、これ。あ、これはですね、おたいレコちゃんじゃないですけど、これ実はですね、国内のフィギュアの買い取りの専門店、萌えたくさんという会社があって、その、萌えたくさんのイメージキャラクターの、ねねかちゃんですね。なんとねねかちゃんも同時で発売ということで、あ、これ奇跡のコラボレーションが実現したということになります。これもですね、かなり、数が限定されてます。でも一部ではですね、萌えたくの本社のもう大府市ではもう今午前中からもう本当に奪い合いでも動乱みたいな感じになって、機動隊も出動してるとかしてないとか、っていうことなので、実はですね、これ本当に2個買うと、今年の年末はいいことが起こるということなんで、逆に買わないと、まあ、知らないですよっていうところなんで、非常に怪しい商法に走ってますけど、でもこれはまあ、陽介管理人のトークを聞いてると、ちょっと在庫作りすぎちゃってもう捌かなきゃいけないみたいな、そんな口ぶりなんですけど、実はこれは数が少ないです。はい、
なので本当にお宝になる可能性はあります。で、まあ何ですか、限定なんですが、まあまた再プレスするみたいな、まあよくあるこう感じ、まあ売れるから作っちゃうみたいな。で、それはなるべく多分しないです。というのはもう陽介さんにも、もう鈴木さんのとこ行って、もうなるべく、あ、もう会いたくないので鈴木さんにという感じなので、多分再プレスはないです。はい、という、まあ、で出しても違う柄にしようかなと思います。まあ、というようなキラーなアイテムなので、ぜひこの2つでセットで愛用していただければなというふうに思ってます。はい、ということで、今日は なんかどうですかね。これですね、額縁だけついたセットもあるんですよ、ね、ああ、そう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 、そうですね。結局ターンテーブル持ってないよみたいなご家庭にですね、まあ、大体の1億2000万人ですか、大体のご家庭にはターンテーブルあると思うんですけど、ひょっとしてターンテーブル持ってないよっていう方のためにですね、こちらの額もセットにして、まあ、こんな感じでね飾っていただいて、はい。で、まあ、なんか彼女が来たら裏返しちゃったりとかして、ダメですよ、もうちゃんとちゃんとパシッとやっておかないと、はい。ということで、額のセットもついてるということですね。はい、はい、あとどうですか。あと、まあ、いいですか。あと、僕は大丈夫大丈夫です、大丈夫です。あ、で、そう、アニソン DJ、アニオタイ、これからも頑張っていきますので、はい、そうですね。もうすぐ、アニメ、アニソンを激しく愛している、DJ のインタビューも、ある男の、ある男のインタビューも上がりますので、よかったらチェックしてください。お楽しみに。はい。あ、ちなみに、陽介管理人が、まあ、ジャックもかもしれないけど、アニソン DJ のコーナーは、別にアニメが詳しくもないし、好きでもないのに始めちゃって、で、最近陽介管理人、アニメめっちゃ詳しいみたいな感じで、すごいどんどん質問が来るんだけど、やめてください。困ってますんで。っていう感じです。はい。じゃあ、よろしくお願いします。はい、